はい、えー、おはようございます。後藤です。横えってことですね。えー、今日も気に送っていきたいと思いますけども、えー、昨日に引き続きですね、えー、ノートの活用法について、えー、お話ししていきたいと思います。えー、これですね、昨日はこの、えー、これですね、見えるかなこういう、ね、毎日、えー、目標を書いて、 行動リストですねを書いていくっていう話をしましたけれども、えー、今日はですね、えー、救急車通ってますけども、えー、この行動ここに書いた最終的な行動について、えー、最後、えー、1個まで絞り出せって言いましたよねで最後やらないやらないといけない最後の1個の行動を、えー、付箋ですね付箋ってあると思うんですけど えー、こういうい付箋にですね書いていきますで付箋に書いていてって、あのー、毎日、あのーまあ、こういう日記,です、ね、日記を書いてるんですけども、まあ、これぐらいのサイズのノートですねに、えー、付箋重要な行動は付箋に書いて左側に貼る。 でそれ以外ですねそれ以外のまあ、ちょっとした雑用なんかをこの右側に、えー、メモしていきます。でですね、えー、左側っていうのはこれもあのー、重要な、何、えー、て言うのかな、えー、まあ、生産的な仕事ですね。まあ、お客さんに対するフォローだったりとか、新商品を作るための活動とか、えー、まあ、そういう生産性の高い仕事を付箋に書いて貼っていきます。 まあ大体1日2個から4つまあ3つぐらいが一番いいんですけども、えー、毎日書いていきますで貼っていくで右側にそれ以外のものを書いていくであのー、右側に関してはまあちょっとした雑用なんで終わったものはこうちょんとボールペチョンでちょんとチェックしていって終わったっていうことでチェックしていきますでこの左側に関してはあのー、何えー なんかあの、こういう隅こういうはがありますよねこの隅っていうハンコを100均にありますんで100均で買ってきて終わったものは隅って貼っていくんですねでそんな感じで、えー、こう毎日2個4個まあ何個ずつか最低最低でも1個ですね、えー、何か1つ行動を起こすようにしてください で、それに対する反省点をですね、寝る前にちょろっと一言だけでもいいんで、書いていく。できたことに関しては、自分を褒めてあげる言葉を書いたりとか、えー、していってください。で、明日はこうするっていう、ちょっとした決意を一言添えるわけですね。で、これをですね、まあだいたい1ヶ月、1冊のでまあ1ヶ月ぐらいすると、この付箋、反抗していった付箋をですね、今度またでっかいノート。 えーまあ、A4 のノートですけど A4 のノートに貼っていくんですねそしたらですねどうなるかっていうと1ヶ月でこんなに達成できたっていうことになるんですねものすごい達成できたぞみたいな感じになりますねでこんな感じでえー、まあ見るとこう俺ってすごいんだでみたいな感じになりますよねめちゃくちゃやったでみたいななりますんで、えー、この終わったものを 1>, 1ヶ月まとめて最後ですね付箋にしてハンコを押して貼っていくこれ是非やってみてくださいえー、自分がこんなにできたんだっていうものすごい満足感あるし自分の自信にもつながるんで、えー、どん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 、えー、行動が早くなっていきますなので是非これやってみてくださいえー、じゃあそんな感じですね今日は付箋の使い方 日記の付け方ですね。まあ、やっていってほしいと思います。まあ、その、なんだろう、A4 ノート2冊と、これ何ていうの何,何になるのかなこれ。A5? なんか分かりませんけども、まあ、これぐらいのサイズのノートですね。このサイズのノートがあれば、あと、付箋ですね。 と、ボールペンがあればできることなんで、えー、ぜひやってみてください、えー。1回目のビデオと2回目のビデオですね。えー、繰り返し見て、繰り返して、まあ、1番、2番と見て、えー、毎日の行動に移してみてください。そうすることですね。えー、あなたが、えーまあ、半年後、1年後に達成したい目標っていうのが、えー、すごいスピードで,ですね、実現していくんだと思います。 でそんな感じですね。今日は終わっていきたいと思います。ではまた次回。